知識を正確に習得すする力かつてすごく大事だったと GPT の中でやっぱり何を学ぶのかっていうお題よりはどう問いを立てて何を解決するのか、まあ、こういううい力になるだろうと技術が新しく導入されると大体のケースで何パーセントの仕事が失われるみたいな予測が出るんですけどはい、はい、実はこれはあんまり正しくなくてスキルとか教育レベルと賃金っていうのは線形の関係ではないっていうことなんです。うん、これから先 もっと人間らしい能力こそが必要になるんじゃないか日本はやっぱりこの30年失われたって言うんですがやっぱ教育においてもどうしてもですねデジタルを遠ざけてきたんです新しいその技術の進歩っていうのを取り入れることにあまりにもスピードが遅いこの教育の在り方をどうするかっていうことがすごく重要な問題だと私は思います。 前半ではこの教育の敵か味方かについて議論したんですけれども、後半はです、ね、もうチャット GPT を味方につけて、えー、子どもたちは何を学ぶかということですが、これもチャット GPT 聞いてますからね。ねじゃ回答来てますね GPT 君は学び方を 何学べばいいですか学び方、理由、チャット GPT を活用することで子どもたちは自分たちにとって最適な情報や知識を効率的に獲得し独立した学習者になることができますとおっしゃっておりますなんかやる気ない開始ですね一文でって書いてある確かにね、あそか一文だからかすごい最適とか活用とか効率とか 頭たよくないって無理なことが入ってますもんね。はあ、そう、うん、それではで、ね、<laughs> 皆さんのお考えをはい再びです、ね、お手元のボワゲボードを,上をお,上お上げください。どうぞ。ほう。 中村さんが誠実さと勤勉さ大柴さんがチャット GPT を味方につける方法それはみんな知りたい知りたい佐藤ママですに理論の立て方意見の発表のしかい宮田さんが問いを立てる力とそして競争力ここですよねだから本当はグーグルのできたけど検索力みたいな部分ですよねそれが今理論化してるっていうことでじゃうそのまま逆でこからまずいましょうか。 あのこれは結構前から言ってきているあの話だしま,あまさに今 GPT 君の回答ともかぶってるんですがやっぱりこう知識を正確に習得する力まあこれがあのやっぱりかつてすごく大事だったとそれがまあ大量消費大量生産のまあいわゆるこの社会モデルともすごく合致した部分があったんですよね。でこれ検索時代に入ってググが出てきてやっぱ検索をする力ですよね。でその中であのプレゼンテーション力も必要になったんですがまあ やはりこの GPT の中でやっぱり好奇心の中で何を学びどう問いを立てるのかというところが一ああつ重要になってくるだろうとそれは例えばアート的な思考ということもあったりですねまあさっきお話ししたようなあの実社会の中で何を,まあ何を学ぶのかというお題よりはどう問いを立てて何をあの変えるのか解決するのかまあこういう力になるだろうとでただ、このもう一つですね GPT が言っていないあの 話が競争力ですよね、うん、でこれまでの教育は我々もうスタンドアローンの現、まあ、いわゆる状況に子どもたちをあのセッティングした上で一人で与えられた問いに対して、まあ、どれぐらいの精度のものを作るのかということだったんですけど、うん、今現状はもう世界をつながってるわけですよね GPT もあの味方にもちろんすべきなんですが GPT 以外にも多様な人たちとつながりながら一緒にこう 問いを立てていくっていうこのやっぱこのつながる力っていうのがやっぱりあの人のこの生きる力の中でもすごく大事になってくる。問いを立てるために競争するわけですね。そうまあそうですね。それに近いところですよねですです。まあ未来を作る新しい価値を作るあのまああのまあそれこそ持続可能かつ多様な豊かさをともに作るためにまあ。 問うたっていくっていうことですね。そっか、問いにも限界がありますもんね。そうそうなんです。やっぱり、ね、あのチャット GPT はまだ一人の学習のことしか考えてないので、あ,<ー>あのやはりこ,ここから先はこれが必要になると。で、まああの一応あれですが、我々が新しく今度作ろうと思っている大学は共創学部っていう一個の学部なんですん共に作るっていう。まああのなに個別の学問も,もちろんすごく大事なんですけど、それをつなげてでかつまあ 地域だったりとか他のビジネスパーソンだったりまあ教師だったりまあもちろんコミュニティ家族そういった人たちとつながりながらあの何を作るのかっていうこれがまあ大事になるんじゃないかなと。いつぐらいできるんですか。えっと2025年を予定しています。ごい。学長候補。はい。まあ候補です。候なんかそういうふうにしか呼べないですね。ああすごい。その中で中村さんがびっくりした。誠実さと金銭さ。人間っぽいな急に。 道徳、ね、人間がですよね、人間がですね、うん。そうで、ちょっと、その、根治局面の、のことについて。その、経済学的に理解するために、あの、少し重要な話は。この過去の技術導入みたいなものが、賃金に与えた影響って、どうだったのかっていうことなんですよね。で、これ、技術が新しく導入されると、うん、大体のケースで、何パーセントの仕事が失われる。みたいな予測が出るんですけど、はいはい、実は、これは、あんまり正しくなくて、うん、その、技術の進歩。 っていうのはその 労働者と代替するわけじゃないっていうのがその経済学のいろんな研究の中で言われていることなんですよね。例えばもうかつてもいろいろオートメーションとか機械化が進んだときにこれは低スキルの労働者の賃金を下げるっていうふうに言われてきたんですけど必ずしもそうはならなかったという側面もあるんですよね。なのでまあ経済学が伝統的に予想してきたようにまあそのスキルとか教育レベルと賃金っていうのは線形の関係ではないっていうことなんです。で特に 最近の流れを見てみるとその人間の能力のうちその雇用に非常にこう影響を与える、まあ、例えば認知能力と非認知能力っていう,うに我々経済学者は呼んでいて、まあ、学力みたいなもので測れる認知能力とそれからその非認知能力例えばですけどここにも書かれているような誠実さとか勤勉さとかですねそういったものとの,あの、まあ、2つの能力があってそれがその労働市場における賃金だったり雇用率だったりにどういう影響を与えるかっていう研究を 見てみると、最近になればなるほど、非認知能力のリターンが高くなってるっていう、そういう研究が多いんですね。で、これはやはり、その技術の進歩とともに、必要とされるスキルが変わってきたっていうことを意味しているので、私はやっぱり、その、これから先。 もっと人間らしい能力こそが必要にななるんじゃないか必要とされるようになるんじゃないかというふうに思っていてで特に「誠実さと勤勉さ」っていうふうに書いたのは、まあ、これはそのあの労働市場に出た後に特にリターンが高い人間の,その性格的な特徴って何かってことを調べた論文がまた別にあってでその中に特に取り上げられているのが実はこの誠実ささと勤勉さなんですでこれはなんとなく納得できる部分もあって我々一緒に仕事したい人どういう人 ですかっていうふうに聞かれたら、やっぱり誠実で勤勉な人がいいですよね。で,ね <laughs> で、これってあのまあみんな知ってることではあるんですけれど、まあ改めて経済学の論文の中でこういうことが示されてるっていうことを考えると、うん、やっぱりこ今,今時局面でまあ非常にこう参考になるあの学術的な知見なんじゃないか。この新しい技術で AI ー <laughs> とか言っても結局ここだよっていう。<laughs> そうですね、まあ。でもこれなんかすごい納得できるし、佐多まが言ってるのは意外とこれに近いですよね。そうですね。あの僕もあのなか 岡さんの意見賛成なんですけどこれもう一つの側面としてチャット GPT とは別の新しい技術体系テクノロジーで中国はさっきあのなかなか測ることが難しいって言ったこれがまあ例えばそれがアリババ子会社アントファイナンシャルがやってまあ今までお金を貸して返ってこなくなる確率っていうのがまあこのパラメータを組み込んだことによって10分の1まであの。 リスクは減ったったたいいうそういうようそよな話もあったりします,ですでここを可視化しながら社会をぐいぐい回していくっていうようなコミュニティがまがこれから現れる、うん、あのだろうと、うんでまあ、これがあのデジタルマネーとまあ結びついていくわけですよね、うんうんで。これもうデジタルマネーっていうのはあのチャット GPT とは別軸のもう一個のど,どでかいこうイノベーションの渦なので、まあ、このまあチャット GPT が作るようなこの問いを立てる新しい力の部分と まあ、ネクスト誠実さみたいなところ、かけるこのテクノロジーみたいなのも。これからすごく大事になる、ね。る可視化されるとは余計大事ですよね。フォロワーみたいなもんですからね。うかか私は実はその必要とされるスキルっていうことに関しては。うん、チャット G. P. T. 単体のその影響っていうのは、あの。 実はあのそれほど過去の技術進歩とは違わないんじゃないかっていうふうに思っていて例えばインターネットだったりとかその機械化オートメーションみたいな話だったりとか過去に起こった技術進歩の結局延長線上なんだろうと思ってるんですね。なので賃金だったり雇用に与える影響っていうのは過去のその予測が非常に参考になると思ってるんですけれど。今回のこのこチャット gpt がかなり 過去の技術進歩と違うところがあるとすればどういうスキルの労働者に影響するかっていうことを考えたときに